では、あの西村ひとしさんについてちょっと軽くご紹介します。ますえー、先ほどからしさん、しさんというふうに呼んでいますが、あの本名はというか正しい名前は西村ひとしさんです、えー。広島修道大学の人間環境学部の教授をされていらっしゃいます。俗地球の集まりにはあの何度か来ていただいて、 あの前回はですね災害時の対策についてということで RQ というあの災害が起こったらその場で立ち上げるボランティア団体の,あのまあ中枢メンバーでもいらっしゃるので災害が起こった時のことを話していただいたりしました。で今日ははまたそれとは全然違って 西海岸のオーガニックムーブメントの源流をたどるということでアラン・チャドウィックという人の波乱の人生について話していただきます。えー、とプロフィールなんかはあの西村人志研究室広島修道大学でググっていただいたらあのすぐ出てくるんですが面白いのはあの徹底的に人さんは現場の人です。 でその人が <laughs> プロフィールにもよく書かれていてあのガチガチの研究者というよりかはもう叩き上げの現場の人でずっとこれまで活動されてきています。で奥様の和代さんも今日こちらに来ていただいてるんですが、はい、和代さんはあのエディブルスクールヤードの活動を日本でされています。 ではですね、ちょっと私もうだいぶ長いことあのお話、ここでさせていただいているので、そろそろ人さんの方にお話を振りたいと思います。皆さんあの、先ほど言いましたように、どんどんチャット欄とか活用してください。また、あの途中でわからないことがあったりした時も、チャット欄であの教えていただいたら、対応できる限り対応します。では、人さん、よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。 えっとまああのーえー、半分ぐらいの方はあのーえー、西海岸からねつな <laughs> いでいただいていてで、えーっとまあ、僕も、あのーまあ、サンフランシスコベイエリアにかう通うようになってっていうのかな <laughs> あの毎年のように行くようになって、えー、多分ん1995年あたりからだいたい毎年行くようになってるんですね。 えー、お知り合いになって、えー、交流していただいている方とか、それからお、えっととしから去年の1年間ですね、えー、僕の勤務先の広島修道大学なんですけれども、あの1年間の、えー、サバティカルという、ね、あの研究う休暇、あるいは、まあ、派遣研究というあの機会をいただいて、えー、同じくカリフォルニア州のサンタクルーズというところの、ね、カリフォルニア大学サンタクルーズ校、まあ、UCSC という。 に言われてますけれども UCSC とか UC サンタクルーズと呼ばれているあの大学に一、まあ、年間あの、えー、客員研究員としてお世話になるという、ね、そういう機会を与えていただいたんですね、まあ、その中で、えー、このまあアラン・チャドイックという人物について、えーまあ、行く前から少しああの名前ぐらいはしてたんですけれども、えー、少し調べていくうちにものすごくあの興味が出てきていろいろ えー、文献を見たりインタビューを見たりね、えー、する中で、えー、それから今もあのその関係者の方がねあの、えー、現役で活動してらっしゃるんでお話を伺う機会があったりということでだんだんその全容というかが分かってきたんですねでそのことをまあ論文にまとめたりということをしたので今日はあのその話をねご紹介をしたいなと思っています。 えとこれ、これでパワーポイントなんですが、一旦そしたら、えー、とゆかさんのスポットライトをは外,し外してみたら、これででかくなりましたはい、でかくなります、はいはい。で、私の顔がちょびっと右上に出たり <laughs> してるかなと思いますが、この状態でいかがかなと思います。はい でえー、とアラン・チャドウィックという名前をですね初めて聞かれる方も多いと思います。あるいは西海岸の方でどっかで聞いたことあるなという方も、えー、と結構あのオーガニック関係の,、ね、あの方がこの集いにまあいらっしゃる、たくさんいらっしゃるんで名前は聞いたことあるよという方もねおいでになるかなと思います。でえー、とこの人はですね、えー、イギリス人なんですね。でしかもあの えー、貴族のの家系の人なんですねだからあ僕は NHK のね、えー、テレビドラマであのダウントンアビーっていうあのなんか貴族の,あの <laughs> だんだん没落していく様子みたいなのが <laughs> あの、えー、描かれるあのテレビドラマがね、まあ、BBC が作ったのかなあ,のあったりしますけれどもあ,のああいうの見てるとですねあの大きなお屋敷にあの執事がいたり召使いやそれから たくさんメイドさんがいらっしゃったりガーデナーがいたり運転手がいたりっていうそういう,こう、あのー、人たちが出てくるんですけど、まあ、アランもです、ね、そういうところで育ったお坊ちゃんというねそういう,うお育ちじゃないかなと思いますで1909年です、ね、に、えー、イングランドで生まれて、えー、おられますでアメリカに来るのは1962年なんですけどその間何してるかっていうのはまたこの後ね お話をしますで、えー、67年から UC サンタクルーズの、えー、スチューデントガーデンプロジェクトですね、これをあの指導して、えー、まあその後あそこを出てですね、カリフォルニアとそれからバージニアでいくつかのガーデンプロジェクトを指導して、えー、最後70歳でまたカリフォルニアで亡くなるんですけれども、まあ18年間アメリカで菜園、えー、作りとそれからあ若,い若者たちの子を指導をしてですね、まあそこから カーフォルニアのオーガニックの動きの、まあ、いろんなこうあの、えー、中心人物がねそこからうごあの生まれていくっていう、えーまあ、このあたりのお話をするということになります。ゆかさんいいでしょうか、ここまで。はい。はいありがとうございます。えっと、味が重なるな、こっち、こっち誰か。はい、こっち行きます。<laughs> はい、えー、っとですね。 えー、ルドルフ・シュタイナーという方、名前を、ね、聞いたことある人も多いと思いますあの。日本の方はね、シュタイナー教育とか、シュタイナー学校というのが日本各地にあったりするんで、このシュタイナーという人の話をねあの、名前を聞かれたこともあると思います。で、アランのお母さんはですね、この、えっと、シュタイナー、ルドルフ・シュタイナーの、まあ、あのすごいあの、えー、カンカンに系統した人らしくてですね、えー、お兄さんのセドンとこのアランの2人をですね、 えこのシュタイナーの方針に従ってこう育てていくんですね。で、えー、とアラン自身もですね、少年時代にロンドンでシュタイナーの講義を聞いたりということで、えー、彼自身もすごく大きな影響を受けてます。で、後にインタビューに答える中でね、私はシュタイナーの,あの、えー、生徒じゃなくて、私はシュタイナーの子供なんだっていうくらいですね、いうぐらいですね、まあ、シュタイナーの非常に大きな影響を受けてます。それから学校もですね、 まあお金持ちということもあって、やっぱり大陸にお送り出してというか、ヨーロッパ大陸側ですね、フランスとかスイスとか、いろんなところでやっぱり勉強させてもらって、えー、彼はまあスイスのシュタイナー教育の学校で学んでます。えー、シュタイナーというのは、日本ではあのシュタイナー教育では知られてるんですけど、そのほかにもこう建築とかですね、芸術とか、それからまあこの農業というのは、バイオダイナミクスというのはシュタイナーが提唱したんですけれども、 えー、それから、まあ、ホメオパシーというね、まあえー、医療に関することとか、まあ、これまで至る、まあ、非常に幅広い疲労と疲労、えー、思想とです、ね、実践をね、えー、やられた方でまあなんかあちょっとオカルトメイトめいたところもあってですね <laughs>、えーまあ、敬遠・警戒、えー、する向きもあるんですけれども、まあ、ちょっとあの変わった。 あるいはちょっと超人的な能力のあった人じゃないかなと思います。まあ、あのいくつかのものは今も受け継がれてですね、えー、実践をされているということですね、はいでえーと。チャルウィックはですね、若いうちにこの,あのシュタイナーの影響を受け、それから、えー、と実践としてはですね、この演芸と演劇という2つの世界に生きるんですね。これは非常にユニークで、あの えー、後の,あの人生とか、あるいはあのガーデンプロジェクトにも非常にあのもちろん、あのこのホーティカルチャー、演芸の方はですね、大きく、えー、影響しますが、この演劇の方もですね、えー、大きなあ、えーえー、部分をね、占めるわけなんですね <coughs>、えー。演劇のことはちょっとまた後で出てきます。で、あのシュタイナーの学校で学んだ後ですね、で彼はあのイギリスとフランスの2つの農園で、 あの具体的にあのいわゆるデッチ暴行というか修行をするんですね。で2つの農法を学びます。まあ1つはあのシュタイナーが提唱したバイオダイナミックです。で、もう1つはフランスの農園であのフレンチ・インテンシブ・システムというねフランス式集中農法というのを学ぶんですね。で、これはあの、えっと、ベルサイユ宮殿のあの えとルイ何,十何世でしたっけねでその,あの、えー、ガーデナーをしていたあ人が、まあ、あ開発をした手法で,ですね、この写真にある通り、すごく密に植えるんですよね、密に植えて、そして、えー、この中ではあのマイクロクライメイトができるっていうんですよ、つまり、まあ、微気候っていうんでしょうかね、小さなこう、えー、局地的なあの気候ができると。 でえーまあ、そのためにですね、まあ、非常にいいことがいろいろあって、例えばまあ水を少なくて済むとかですね、えー、それから害虫の発生が少ないとかですね、なんかそういうメリットがある、えー、そういう農法です、ね。で、これに従ってですね、まあ、今、この UC サンタクルーズでも、あるいはカルフォルニアのオーガニックファームなんかもね、あの実はこの流れを組んでいるところが多いと思います。はい、で演劇の方はですね、21歳になってですね、 まあ、彼はちっちゃい頃から演劇大好きであの影響をかなり受けてたんですけどあのあの演芸の修行もしながらですねやっぱりふつふつとやっぱり演劇への夢も捨てきれないというかうそっちもやりたいってなったんでしょうね。21歳のの時にこの LC フォ,ーゲフォーゲティという、あの えー、この方非常に有名な,あなんていうのかな劇,劇作家でもありディレクターでもありっていう方で演劇学校に入学します今この学校はですねロンドン大学の演劇学部か芸術学部かなんかにこう統合されてるそうなんですけど、まあ、ここで本格的に役者修行を新、えー、世界演劇について学びそれからその二十 20, 20代あるいは30代の頃はあの実際に俳優としてね あのいくつかの舞台に立ったり、えー、それから、えーまあ、特にシェイクスピアの演目ですねそれから現代劇の公演にも出演をあのしていますところがですね、えー、っと戦争の,あの足音が忍び寄ってきますね、えー、でこの演じていた劇場の近くもあの第二次大戦ですねあのドイツ軍の爆撃を受けたりしてですね、えー、もうあの えー、そういう状況じゃなくなってくるということになってきました。で彼はあの海軍に志願をしてあの出征をしました。で、えー、機雷掃海艇ですね、嫌いがこう,こうやって海の底に沈められてるやつを、まあ、スイープするっていうね、えー、そういう船の,あの艇長ですね、キャプテンとして任務をつくんですけども、えー、どうやらインド方面とか、インドとかアジア方面の任務についてたようですが、 あの日本の潜水艦に沈められたりして、えー、怪我を負って、まあ、その怪我はまたちょっと一生を背負うことになって、えーいたあの、傷んだりうずいたりしたようですけれども、えー、戦争の時に傷を受けてるということですね。はい、で、えーっと、戦争終わったらね、この人はね、南アフリカに行くんですね。 えー、これがですね、えっと、不思議な出会いがあるんですけれども、ま,あ、まずあの、一つはこう演劇運動を南アフリカ、南アフリカは、まあ、イギリスと非常に結びつけが強いので、多分なんかお誘いがあったのかなと思うんですけど、南アフリカで、まあ、演劇運動をですね、まあ、起こしていこうというなあの運動というか。あの えー、劇団作りだとかあるいはあ実際に演じるというようなことで、えー、向こうに渡るわけなんですね。で一方でやっぱりあの今度は庭作りの方の話が出てきてですね、えー、っとイギリス海軍の提督の提督、えー、の邸宅ですね <laughs>、はい、これはあのケープタウン近くにあるんですけどここの庭作りを、ね、やってほしいとかねそういう,こう仕事が舞い込んだりしてあの南アフリカでいくつかの こういったガーデンを、あの、えー、非常に大邸宅のガーデンをね、えー。作ったりという仕事をしています。その時にですね、まあ、非常にこう重要な出会いがあったんですね。これは、あの。モルトケ伯爵夫人という人と出会うんです。この人はドイツ人なんですね。で、この、えー、っと。フライヤー、フォンモルトケさんというんですが。この旦那さんの、ヘルムス、ジェームス、グラフ、フォンモルトケ。まあ、モルトケ伯爵っていう人。 なんですがこの方はドイツの、えー、法律家であり、まあ、弁,弁護士なんですね。で、えー、大臣大戦中にですね、まあ、反ヒトラー運動、反ナチス運動の、まあ、リーダーだった人です。クライザウ・サークルというね、えー、団体で、まあ、地下組織ですね、えー、活動し、えーまあ、グループをあの、地下組織を作ってですね、まあ、それがですね、 えー、戦争終戦間際になって、ですね、まあ、これがまあゲシュタポに逮捕されて、もう戦争が終わる直前ですね、1945年の、えーまあ、5月にねドイツはあの敗戦してるかなと思いますけれども、1月とか2月ですね、数ヶ月前に、あのえー、この裁判の後にですね公主権になったという、そういう方です。 で奥さんの方はですね、まあ、戦後あの、まあ、非常にど混乱をしたドイツを逃れてですね親族をたどって頼って南アフリカにあのお子さん2人を連れて、えー、滞在をされてました。でここでですねアランと、えー、モルトケさんとの出会いがあってですね、まあ、お二人は非常に意気投合したり、まあ、あのそれぞれあの敵国同士の出身だったわけですけれども、えー、戦争のことで多分あのお互い 傷を負ったり、奥さんあの、旦那さんを亡くしたりっていうようなね、まあ、非常にこう悲しいあのあれを過去を背負いながらですね、いろいろ意気投合して、それから子どもたち、息子さん2人もですね、このアランの,あのガーデンの中でいろいろこう体験をしたり、えー、体験させてもらったり、遊んだりということがね、あったようで、えー、この、えー、フライヤーさんはですね、子どもたちの様子を見てですね、まあ、アランのその えー、ガーデンの中でのこうお動きとか、あるいはこういう若い人、あるいは子どもたちを指導する様子をですね、あのー、よく見てらっしゃったんじゃないかなと、えー、思います。はい、で、えーっと、その後ですね、えー、1967年に、えー、UC サンタクルーズに行くことになります。まあ、その前、5年前ぐらいにもアメリカに到着してですね、まあ、これも流れ流れて。 南アフリカの後、まあこれはやっぱりあのアパルトヘイトに非常に嫌気をさしたっていうふうに言ってますけれども、えー、とまずあのカリブ海の島でえーガーデン作りをやったり、それからその後ニュー,ヨークニューヨーク近くのロングアイランドかな、ここでえーとガーデンを作ったりということで、アメリカにあのもう来てらっしゃったんですが、まあ、あのずっとこのモルトケさんと。 あの連絡があったんでしょうね。で、アメリカに来たということ。それから、実は、モルトケさんの方もアメリカにあの、えー、移住をされました。で、えーとえー、ちょうどやっぱりナチスから亡命したあの学者なんかがアメリカにはいたもんですから、まあ、その方を次は頼ってですね、えー、モルトケ夫人もアメリカにやってきていたということになります。で、えー、ちょうど67年、65年に、あの、 この UC サンタクルーズができるんですけれども、新しい大学なんですね。で、どんな場所かというと、あこっちか、ごめんなさい、こっちだ、はい。えー、キャンパス行かれた方もね、あ,のあるかもしれないんですが、まあ、非常にね、えー、美しい丘の上、丘の上で、えー、それからレッドウッドの森の中に校舎群があるっていう、すごいところにあるキャンパスなんですね。で、えー、丘の上からですね、こうやってモントレー湾が、 見渡せるねあの素晴らしいあの立地にあります下半分は牧草地、元農場だったんですね、ここは。それから上半分は、えー、レッドウッドの森っていうね、えー、ヘンリー・コーエルという州立公園にも隣接していくんですけれども、えー、非常に森の中で、本当に鬱蒼としたあ森の中にあるキャンパスです。 それでですね、ここに、まあ、元農場だったところにキャンパスが置かれて、新しい大学ができるということで、いろいろ先生方の間で議論があったんですね。で、えー、とアランを招聘することになる哲学の、えー、先生、ポール・リーという先生、それからページ・スミスさん、えー、歴史学の先生、えー、この辺りで非常にこう議論があってですね、えー、この新しい大学にが、あのこのサンタクルーズの土地にですね、 ちゃんと定着していくためには、学生たちにこのあセンスオブプレイス場所の感覚っていうものを身につけてもらうっていうことが非常にこう重要なんだっていうそういう議論が出てくるんですね。で、そのために何したらいいだろうかっていろいろ話が出てですね。あ、そうするとあの学部とかね専攻にとらわれずにあの畑を作ってですね、ここであの作物を作るっていうねそういうあのガーデンのプロジェクトをね学生たち にえー、やるっていうことがいいいいいううこががんんじゃないかっていう話が出てきたんです、ね、で、その話が出てる時に、えー、その友人の先生がそこに加わってたんですねでモルトケさん、えー、もちょうどそういう時期にサンタクルーズに来て居合わせていてあそういうプロジェクトをスタートするんだったら、えー、ちょうど適任者がいるよっていうことでアラン・チャドウィックを紹介をすることになります。 でえー、このポール・リー、あるいはページ・スミス、まあ、この辺りの方と出会い、ですねそして、えー、初代学長がマック・ヘンリーという学長ですけれども、同意を得て、ですね、えー、この、えー、方を、まあ、大学の予算で、えー、雇用して、ですね、えー、スタートをするということになりました。でとにかく一人でスコップを持ってきて、ですね地面を掘り始めて、ですねもうとにかく夜明けから日没まで。 えー、休みなく働くと、えー、いうことが始まりました。ち、はい、ちょっっとここれかぶりまましたねきで、えーまあ、だんだんですね、学生たちがあ何やってんだろうかって、えー、集まり出しました、えー。それからアランは具体的な作業ですね、畝を立てたり、種をまいたり。 えー、苗を移植したり、水をやったりというね、まあ、手ほどきを、えー、学生たちにやり方や意味を、えー、教え始めます。で、えっと、場所はですね、非常にあんまり条件のいい場所じゃなかったですね、えー、ポイズンオークっていうあの、えー、毒のある草がアメリカではね、有名ですけれども、日本でいうと漆みたいなやつですね、葉っぱに触るだけでこう被れるみたいな草がありますけれども。 まあ、ポイズンオークの生い茂るその鬱蒼とした、えーまあ、土地をですね、それからしかもあの平らじゃなくて斜面の土地ですね、でもまあ南斜面で日当たりのいいところですけれども、えー、そこをですね、開墾をして、えー、そしてダブルディギングという手法が後で紹介しますけれども、まあ、深く耕して、それからコンポストで作られたオーガニックの堆肥を入れてですね、栄養を得て、 えー、ここで花や野菜や果樹を植えてですね、まあ、あ次第にですね1年目、2年目と減るとですね、まあ、豊かな、えー、素敵なガーデンがだんだん出来上がってきたと、えー、いうことです、まあ。2年後にはですね、えー、次第にこう広がった学生菜園は、えー、4エーカーですね、1万6千平米まで大きくなって、えー、一面やぶだったところは見事にこう花々や 野菜を生み出すことができる豊かな土壌になりました。土壌になりましたでアランとおこの学生たちのプロジェクトはですね、まあ、非常にこう美しい、えー、ガーデンができ、それから質の高いオーガニックの収穫物ができたということで,ですね、えー、大学の中でもあの評判、えー、中だけじゃなくて外でもですねだんだん評判になってきます。えー、っと、ちょっとあのここの紹介動画が UCSC ファームの,あの <laughs> えー、50周年の時ね、に、えー、3年ほど前でしょうかね、作られた動画があるんで、5分ぐらい見ていただこうと思います。ゆかさん、なんかここまででありますかね、ご質問とか。はい、えーっと、私の方は質問は、うんえー、あるんですが、今、この本編にすぐ必要ってわけじゃないから、あっ、うん、でまとめてさせてもらおうと思ってます。 はい皆さん,いい、うん、いいですかほかの方と。いいですか大丈夫、はい、じゃあ、ちょっとね、5分ぐらいですけど、この有志サンタグーズファームガーデンのうん動画をですね、えー、見ていただきたいと思います。映ってますかね大丈夫、はい、映ってます、大丈夫です。 Nobody in 1965 thought that there would be a 33 acre organic farm here hosting thousands of people every year. Because we've been here for so long and the land really has been so successful in demonstrating some of the principles and practices, we've been able to bring in so many different groups and organizations that when I first got here as staff, I was blown away by how many people visit the farm each and every day. We have an opportunity to Educate individuals from around the country and around the world on organic and sustainable farming and gardening practices, knowing that they take that back to where they come from. The garden is the original site. That's the place that Alan Chadwick, along with students and Paul Lee and others, selected, and they picked a challenging site. Probably the biogeographic center in North America for poison oak. So it was really a difficult slope. But the genius of the place was its due south facing orientation, its warmer microclimate. And Chadwick, being the dramatist, wanted to make a statement. You can do this with skilled labor and good practices. Chadwick took this as a matter of his free spirited personality. He went out and bought his own spade downtown and he picked out the slope right here and started to dig. And everybody went, Who the hell is that? And who gave him permission? Where'd he get the speed? So, anyhow, he just went at it. Dean McHenry himself was a Lompoc farm boy, and he had a respect for and understood the agricultural lifestyle. Once in a while, the chancellor would get some criticism about Alan. My favorite one is when they criticized Alan for planting by the moon. How are you handling a cult on your own campus? The chancellor said, My father was a farmer, and he planted by the moon. That so shut them up. He was a riveting personality. He had one foot in the theater, drama, and one foot in horticulture, world class horticulturalist. And he fused the two together and taught in a way that was very oral and demonstrative. I think one of the finest things he represented was a sacramental relation to nature. Alan, in effect, worshiped nature. And he transmitted that to the students just in the moment when they needed that. If you're here during the crepuscular hours, the dawn and dusk hours when the birds are out tripping, and you were to walk through just before the main slope when there's citrus on both sides and they're in bloom, you get this overwhelming fragrance of citrus walking through the garden. That's something that I'll keep with me for my whole life. So that was the original site, but in the early 1970s, the students wanted to take their show onto a larger space. They wanted to go from gardening to farming. Chancellor McHenry said, Well, you can have 17 acres down here on the meadow. And they got a couple of draft horses to do the plowing, and they made a go of it. I was attracted to this work because it's simultaneously I get to use my hands, use my body. I get to be outside and be very physical, but I also get to be very analytical. I get to use my mind as well. And I think that's what really draws so many people to farming. The students just get so much out of their experience here. You can see the joy in their face when they're leaving here. Covered in soil, going off to their next class. What's unique about UCSE in the case of the farming garden is that honoring and balancing of two modalities: the apprentice style and the scholastic model. We have a phrase we say: we teach the teachers, we train the trainers. We work with undergraduates, and we have kind of a student farm. We also work with folks that have graduated from university in our apprenticeship program and are maybe beginning farmers and gardeners. We also do university high-level academic research. We also work with the community. We also partner with organizations to work with K through 8 and high school age youth that are interested in engaging with sustainable agriculture. It's that steady stream of people coming through here that I find inspirational that and the fruit. The farm and garden really was at the nexus, the genesis of starting this movement in this country in the first 50 years we came a long way from beautiful eccentric oddity up by mill college to a world-class model of sustainable agriculture we're celebrating 50 years this year but in many ways i feel like right now the farm has just as much potential as it did when it first got going and the reason is that the conversation has moved so far and we want to keep moving it further i can't think of not farming now my purpose is with the ground and with everything that comes out of it i want to share share the joy of what farming and gardening is Hi. <coughs> Hi. Hey. まああのえー、っとまあ中にあのアランのね、えー、ことがいろいろ出てきたかなと思いますがまあ現状のねあの UCSC ファームにつながるですね、えー、ところも紹介をされてましたおなんかちょっとごめんなさい <laughs> 違うのが出てきて,しまってごめんなさいちょっと待ってねい人さんが今それをやってる間にいあの8時ぐらいに、うん 何人か新しい方がパタパタパタ,パタと、はい、入って来られたので、はい、ちょっと今までのところかいつまんでお、はい、話ししておきますね次後半がついてこれるようにねめちゃめちゃかいつまむからね <laughs> <laughs> えっと始まってから今までのところ多分入られた時にはねあの動画がかかってたと思うんですけどこれはあのアラン・チャドウィックという今日の,あのメイントピック の男性がサンタクルーズでどんなことをされたかっていうことの5分ぐらいの短いあの動画でしたその前に話されていたのがこのアラン・チャドウィックっていう人がねイギリスのもうスーパー貴族のデーでで彼が例えば第二次世界大戦海軍としてあの志願して、えー、まあサーブしたりあとはそのあと南アフリカ に行ったりでそこでアパルトヘイトに嫌気がさして今度はなぜかアメリカに来ることになったっていうちょっとその数奇なあの世界的な運命について語られていました。で後半部分今ちょうどそのアラン・チャドウィックがねサンタクルーズの大学に、はい、着きましたっていうところぐらいであのビデオが始まったんです。でそのサンタクルーズで与えられたその彼の仕事というか仕事場っていうのが 非常に条件の悪いところでポイズンウォークがもりもり植わってる南の斜面でもこの南向きっていうことだけが唯一、うん、あの彼に与えられたちょっとした恩恵というか特典だったんですよね。こ、うん、これからこのアラン・チャドウィックが この非常にチャレンジングな場所を開墾していくことになります。で、どんなふうに開墾していくのか、そこにどんなフィロソフィーが隠れているのかということを後半部分でさらにまたあのひとすさんに詳しく教えていただきます。じゃあひとすさん、後半よろしくお願いします、はい。はい、ありがとうございます。<laughs> はい、えー、っと、で、アランのですね、農法の、まあ、特徴的な部分ちょっとまとめてみました。<laughs> えっと、一つはまああの手作業へのこだわりですね。あのアラン機械使ったり、それからまあ馬使ったりというのもしてないですね。もう本当手作業だけなんですね。で、そのためのこうツールというか、もうまあ日本でいうスコップと、それから三本具は、三本具はかな、うんあのえー。あるいはまあ小さい、あとはもう小さい道具ぐらいでですね。えー、っと本当にあの お手作業にあのこだわり続けました。でまあいわゆるホーティカルチャー、まあ、園芸としては、まあ、その範囲なんですね。で、えー、とそこからいわゆる農業というねあのアグリカルチャー、まあ、ホーティカルチャーとアグリカルチャーの違いっていうのはやっぱり、まあ、そういうところにも規模の大きさとかどういう道具を使うかっていうことにも、えー、あると思うんですけどあの彼はあの、まあ、園芸の方ですね。でただし あの彼いうにはやっぱ農業の基礎は園芸だっていいますね。であのまずやっぱり質をあの高めようと。で量は後でついてくるんだっていうようなことを言ってますね。だからあの一つ一つの作物をこう大事に育てていくということそれからそれの規模をあの少しずつ拡張すれば食べていけるようにもなるしそれからあの出荷して、えー、お金を得るということにもつながるしということで、まあ、彼自身はあの非常に手作業にこだわりました。 それからあの今ではね、非常にこうあのよく分かられてるこのカバークロップとかコンパニオンプランツとかそれからハーブを横に植えたりっていうね、まあ、なんかいろんな種類をこう一緒に育てるっていうようなあの考え方をパカレーがあの非常に大事にしてましたね。これはやっぱりバイオダイナミックの考えから来てると思います。カバー クロップってわかかりますかねあの、えっと、収穫を終えたあと次のシーズンまでなんかあ日本だったらほら田んぼの後にこう <laughs> レンゲ植えたりねし,、えー、したり、えー、っていうのもありますしそれから、えー、アメリカだったらいろいろあいろんな種類を使うということになると思いますけど、まあ、あのグラウンドをカバーする地面をカバーする、まあ、いくつかのお種を使うということですね。<laughs> それから、えっと、伝統集を継承するということ、これも非常に大事にしてました。えー、っと種をあの大事に保存したり、交換したり、それからあ彼は最後、病床から、ですね、僕の,あのインタビューして聞いた人によると、ですねあの、病床から病のとこから指示をして、ですね、あそこの農園に行って、話はつけてあるからあの、えーっと、苗をもらってきなさい。 という指示をしてですね、えーと、200キロも300キロもドライブして生かされたという話とかですね、そんな話を聞いたりしておりますで。彼自身も非常に記録をつけたりあの、えーえーと、リストアップをしたりですね、非常に大事にしています。それから、えー、と昆虫とか鳥の働きですね、これもやっぱりバイオダイナミックの影響かと思いますけど、えー、畑にいる生き物たちの世界ですね。 でこれをやっぱりあのよく見ていたし大事にしています。だから何て言うのかな、まあ、彼はその畑の中の宇宙を見るっていうんでしょうかそういう,こう考えですね哲学があ,あ,のあると思います。で畑の中にやっぱりあらゆる生き物たちがいていろんなものが作用し合ってですねそれからそこに、えー、と月や太陽の動きあるいは引いては宇宙の動きみたいなものをですね見ながら えー、一つ一つのこう営みをですね、えー、行っていくということですね。それから、えー、と堆肥作りをきちんとやって、えーダブ、あと出てきます、ダブルディギングっていう二重彫りをして深く耕すんですけど、そこに堆肥を入れて、豊かな土壌作りをやっていくということですね。 それから、えっと、レイズドベッドというのをご存知かなと思いますけれども、揚、まあ、げ花壇ですね、日本語で言うとね、えーまあ、いわゆるねだけじゃなくて、ねの周りをきちんとこう囲ってですね、一段揚げた、えー、段をつけたあやり方ですけれども、まあ、こういうものもやはりアランが持ち込んでいます。右側は、えっと、これフレンチインテンシブから来ている手法かと思いますけど、さっきも言いましたマイクロクライメートを作り出すということね。 非常に,にあの苗箱の中で密に植えて、えー、水を少なくてもです、ねえー、育つあるいは害虫の被害が少ないという、ね、そういう手法です。えー、それからその苗の箱を作ってです、ねえー、アメリカではナーサリーというかな。 温室の中に苗箱を並べてですね、非常にこう細かい作業ですでこれをあの実際の畑に持ってってピンセットとかこのスプーンみたいな小さいあの、えー、ものを使ってあの移植をしていくっていう作業ですね、えー、非常に細かい作業をやっていますで最後ダブルディギングっていうのはこれは非常に特徴的で今もあの、えー、USC でさあの修行される方はこれやらされるんだと思いますけれどもまずあの えとスコップでまずスコップの深さを掘ってですね、えー、そこの土を一旦除去してその下にいわゆる三本桑を入れてぐじゅぐじゅかき回すんですねそうすると下の、えー、さらに下3 0ンチぐらいがあの、えー、かき回されてあの、えー、空気が入ったりですねあるいはあの上と下があの間にあの えー、コンポストの堆肥を入れたりですね、えー、しながら、まあ、根があのその下にまだ届いていくっていう、まあ、そういうことを狙っているのかなと思いますが二重彫りという手法をダブルディギングという手法を使っています、うん、この辺何かいいですかねよろしいですか <coughs> 僕もねあんまり農業の専門家ではないので <laughs> あんまり詳しくはないんですけどあのもし気になるなんか手法があったらですね これ例えばダブルディギングって YouTube で入れたらですねあのダブルディギングやってる様子とかあの映像で出てきますんで興味ある方はぜひ調べてみてくださいマイクロクライメートとかあるいはフレンチインテンシブなんかも出てくるかなと思います、はい、で、えー、っと出て作られた野菜はですね、あのー、さっきもちょっとちらっと出てましたけども、あのー えー、ファームスタンドを作って学生たちに配布したりそれから花なんかは各オフィスに届けられたり学長室に届けられたりっていうねえー、ことで学生たちがまあ,あえっ、ー、と配布をしたり、えー、配達したり <laughs>、えー、していましたそれからですねえっ、ー、と学生食堂にあの持っていったらですね、えー、中にあの要はあの アオムシがいたっていうのでね、いや、こんなもの、アオムシの使えないよって、つっかえされたりということがあって、ここでまた関係者、頭を悩ますんですけれども、あそれだったら、学生食堂とは別に自分たちでレストラン作ろうという話になるんですね。それで、えー、っとキャンパスの中に、えー、ホールアースレストランというあの,あのを開業します。これ、さっきのポール・リーさん、さっき、実は5分の中の,あの白いひげのサンタクロースみたいなおじちゃん出てきましたけども、彼、まだご存命でですね。 えー、アランを招聘した先生ですけれども、えー、彼が主体になってあの、それこそ会社を作ってですね、このレストラン経営をあのキャンパスの中で行うということになります。えー、ホールラースレストランというのを作るんですね。で、えー、っとここであのクックブックを出してますけど、これですね、はい、<laughs> これなんですね。はいえー、っとこのおシェフのシャロンさんという方はですね、 えとここで出すメニューをですね、えーまあ、いわゆるこうあのオーガニックレストランの走りですよね、えー、クックブックでレシピ集をまとめてですね、えー、ちょうどあ、ちょっともう小さくてごめんなさいね <laughs> えと、そこでエンジョイ、学生たちがエンジョイしている様子がね、えー、裏表紙に出ていますけれども。えーっと このクックブックッッブを作ってますだからこれは非常にベストセラーになってですねやっぱりその後オーガニックの料理を作る人あるいはオーガニックレストランができるという時のやっぱり一つの大きな影響を与えた本だと思います。はい、ということでですね、まあ、非常にこう成功を収めたように見えるんですけれども、えー、実はずっとですねくすぶっていたあの学内での意見がありますねそれはやっぱりあの 科学者から出てくるんですね、まあ、今ちょっと日本では学日本学術会議の話でですねちょっといろいろあるんですがこの科学と、えー、の衝突っていうことが起こってくるんですね <laughs> で当時ですねこの60年代からな60年代末ですねから70年初頭にかけてですねまあでにあの農薬だとかそれから化学肥料っていうのは あの一般的なな農業でで、えー、使わわれているわけなんですね、まあ、もちろんこれあの1964年にあのあ、えーえー「沈黙の春が」が、ね「サイレントスプリングが」が出版されてますからあのもちろん農薬はあの制限されたりね規制されたりはしてるんですけれども、まあ、それでもですねやっぱりいろいろ研究が進んで普通に使われているわけです。まあ、そうすると アランのこういう機能法というのがでとりわけですねちょっとオカルトめいたところも少しある <laughs> あるいは月の動きとか天体の動きとかって本当に関係するのみたいなね、まあ、そういうことが懐疑的な意見がですねやっぱ学内に出てくるそれからいや彼は教員でもないのにですね学生を指導してとかですねあるいはあもうあの授業をほっぱらかしてそこにも一日中いるような学生が。 出てくるわけですねあるいはもう休学したり、あるいは退学したり、あるいは学生じゃない若者が混じってたり、まあ、とにかくいろんなこと多分あったと思いますが、バッシングの材料は事欠か,かなかったと思いますけれども、えー、だんだんですね、これはあの学長も守りきれなくなってくるわけですね。で執行部に対していろいろ圧力が反対勢力からかかってきました。えー、一部、実習生との、まあ、学生とのちょっと確執もあったということも、 あったようですけれども72年に、まあ、解雇を言い渡されて、まあ、いわば、まあ、追放されるような形で,です、ね、有、え、志、ー、サンタクルーズをされる,去ることになります。<laughs> はい、そこで、ですねアランが次に行ったところは、ですね、えー、サンフランシスコ全センターが、えー、とマリンカウンティー、まあゴルえー、サンフランシスコからゴールデン・ゲート・ブリッジを渡った北側ですね。 マリンカウンティに、えーに全センターがちょうどこの時期に作ったですね、グリーンガルチという全道場ですね、ここに、まあ、招聘をされます。えー、この話もあの僕の論文の中にも書いてるんですけれども、あの鈴木春流老師という方がこの日本からですね、行かれたお坊さん、前奏ですけれども、この全センターを、えーまあ、特にアメリカ、日本の もともとは日系人とか日本人のための禅寺にあの着任をされたわけですけれども、まあ、徐々にこの禅というものがアメリカの社会特に若い人たちの中で受け入れられるようになって、えーまあ、鈴木老氏はですね、えー、お寺を出て、えー、自らあサンフランシスコ禅センターというねあの独立したセンターを作られるんですけども、まあえー、とここがですね えー、このマリンカウンティーにグリーンガルチという農園を作られるんですね。で、その庭師としてですね、えー、今度は招聘をされるということになりましたあ。ここのことはあんまりちょっと長くスライドでは書いてませんが、1年間ですね、ここで、えー、最初のガーディナーとしてですね、再、えー、園農園作りを、えー、されることになります。しかしね、1年だけでした、この時ね。<laughs> えー、やっぱりここでもちょっと確執がありましてねやっぱり禅寺の修行ですね彼はあの、えー、と仏教っていうものに対して特に関心も持たず <laughs> 持ってなかったので、えー、手伝いに入る若い禅僧たちとですねやっぱりいろいろ相入れないところがあるんですね、えー、鐘が鳴って、えー、座禅の時間だよっていうと作業をほっぱら出してですね えもう全道にみんな行っちゃうということで、年寄り一人置いていくのかみたいなねことがあったそうですけれども、1年間でですね、また次に呼ばれるところがあってい、いこのガーデンプロジェクトは、ガーデンは続きますけれども、アランはここをえ去るということになりました。翌年からですね、カリフォルニアのもっと北の方ですね、コベロっていうところのえーガーデンプロジェクトに、 えー、呼ばれますメンドシーのカウンティーですね、えー。どれぐらいでしょうね、サンフランシスコから多分2、300キロ北じゃないかなと思うんですけど、結構あの北の方です。<laughs> ここではですね、78年までですが、5年間、あのここで、えー、結構な広さの、えー、ファームをですね、えーガーデンまあ、ガーデンですね、ガーデンを。あの 指導して、えー、たくさんここではねアプレンティスいわゆる実習生たちが、えー、育っています、まあ、だから UCSC で学んだ人たちとそれからこのコベロで学んだ5年間の人たちっていうのは非常に数もねたくさんいらっしゃるということですねで右上の写真なんですけど、えー、アランは一番右ですねで真ん中で腕組みしてる人はあのー、この人はあのロナウド・レーガンです で当時あの、大統領になる前でカリフォルニア州の州知事ですね、州知事時代のレーガンがですね、ここを訪問して、そして、えー、とアランをと、まあ、今、対話をしているね、そういう様子です。まあ、非常にあの州政府としてもまあ注目をしたということだと思います。<laughs> はい。 で、えー、とこのあのコ、ー、ベロのプロジェクトもですね5年間で終了します。まあ、これはね、いろいろまた問題を生じましたね。まあ、特にお金の問題だったというふうにも聞いてますけれども、えー、まあ資金がショートしたことや、それからやはりやっぱりこの若者たちと、一部の若者たちとちょっと軋轢もあってということで。 えーまあ、分解するような形で、えー、このプロジェクトからはアラン・ワサリそれからあのプロジェクトも解散をするということになっています次に呼ばれたのはバージニア州なんですね東海岸の方です、えー、カーメル・イン・ザ・バレーというところで、えー、これもあの1年間ですがこのガーデンプロジェクトを指導していますこれはあの えとどっちかというとあれですね、えー、とシュタイナーの,あのグループにあの招かれたんじゃなかったかなと思います。<laughs> で、えーと、この頃になるともう年いってくるんですね、もうあの右の写真見ていただくとかなり白髪になってっていう様子が見えるかと思いますけども、もう一つはこう病ですね、まあ、あの戦争でいたけがのこともあるし、それからがんを患うんですね。 ということで、だんだん体調も良くなくなってですね、えーまあ、このバージニアも去るということになります。で、再びですね、えー、っとグリーンガルチに、えー、戻ってきます。79年の12月、えー、ですけれども、もう一度グリーンガルチに、えー、まあ、この、もうらく四季が近づいているということを本人も悟り、それから、 えー、グリーンガルチに招聘をしたあリチャード・ベイーカー,ローシーですね、えっと、この方はあのさっきの鈴木俊隆氏の、まあ、一番弟子の方で、えー、後継者ですけれども、えー、このリチャード・ベイーカー,ローシーに、まあ、最後のひとときここに来ないかと誘っていただいたんだと思いますけれども、グリーンガルチに戻っていきます。えっと ここは案内していただいて、僕二2回、えー、訪れて、それからあとで紹介するウェンディ・ジョンソンさんですね、えーまあ、アランの,あの、えー、最後の弟子のお一人ですけれども、えー、案内をしていただいて、アランが最後にあの過ごしていたお部屋なんかもあの見せていただき、それから右下はですね、えー、このグリーンガルチのもう本当に藪の中の丘の上の藪の中にある。 えー、ところをかき分けて <laughs> 探してやっとたどり着いたんですがアランのお墓ですね、えー、ここをお参りをしてまいりましたなかなか大変なところで前に行った人の話を聞くと途中でガラガラヘビが出てきたとかですね嫌 <laughs> な話は後で聞きましたけども、はいえー、今もうお墓が丘の上に立っています、はい <laughs> でえーとまあ、若い人たちたくさん指導したんですけどあの非常に特徴がありますで学生たちはねアプレンティスと呼ばれましたね、えー、と見習いとか実習生という意味ですそれからこういうあの制度のことをアプレンティスシップと呼ばれますがこの制度はずっと今でもですねさっきも紹介された UC サンタクルーズのファームの中で続いていてもうだから54期ぐらいになるのかなもう1000 えー、この前の話で1600人でしたから、えー、1700人1800人という人たちが UCSC のアプレンティシップのプログラムで、えー、育っています。これはあの学生だけじゃなくて広く開放されているので今6か月のプログラムで続いています。えー、ラーニングバイドゥイングですね。で彼はあの作業をやってみせてそれから意味を語るということですね。それから役者ですから非常にドラマチックな 手法を使います演技があり語りがあり時に大声を出したりそれからユーモアを交えたり、えー、風刺や比喩を使ったりそれからやっぱりシェイクスピアの演劇の中で出てくるあのいろんなセリフをね使ったりということもされますね。うん でえーとまあ、問答を通じると、まあ、つまり、えー、問いを出して、えー、問答を行って、そしてそのことによって深い理解を促すというのも、まあ、特徴かなと思います。はいえー、とお二人の方のお、えーまあ、回想の文章ですけどね、えー、ジム・ネルソンさん、この方、後でまた出てきます。 えー、彼には学歴や資格などもありませんでしたと。で自分自身も教師とは考えなかったし、呼ばなかったと。でも、深い意味で芸術家であり、教師であったと、えー。彼は方向を指摘し、そして私たちが、えー、自然界において自身の場所を見つけることはもう自分たちに任されていたということですね。ロバート・ホワードさんという方。えーえー、っと、この、えー、What makes the crop? リジョイスというこの本を書いたあこの方も弟子ですけれどもチャドイクの方法教え方は実用性とビジョンを組み合わせて、えー、単純で古典的な方法でしたと最初に何かする方法を示し次に同じことをするように生徒を、まあ、動かしましたということですね、はいはい、で、えーとまあ、ここからですね僕が非常に興味を持ったのはねこういう弟子たちがあとどんな動きをしたかということを 調べました、まあ、弟子直接の弟子もいるしそれからまあ講演に参加したあるいは、まあえー、アランの近くで,です、ね、話を聞きに行かせてもらったっていう、まあ、例えばアリス・ウォーターズなんかはあの、えー、そういう中の一人なんですけど、えー、まあいろんな影響を受けた人が、ね、その後どんな動きをするかということです。一、まあ、つはまあ直接的にもオーガニックファーマーになった人ですねこれは野菜作りそれから果樹の人。 牡蠣の人、お花ですね、の人などいろいろありますし、そういう方々が中心になって、えー、CSA ですね、えー、とこれはあのいわゆる野菜の契約栽培、あるいはまあ宅配ですね、えー、これの,あの仕組みを作られたり、あるいはファーマーズマーケットですね、これ各地、もう各町で、えー、今、普通に行われてますけれども、やっぱりあのそういうものをこう作り上げてあの、作っていく原動力になった人たちが、 えー、ここから出ていますそれから認証制度ですね。これカリフォルニアではあのファーマーズマーケットなんか行くともうみんなこれ掲げている農家が多いですけどサーティファイドオーガニックですね。えー、こういう認証制度を確立をするということにもあのつながった人もいます。それからワインの方に行く人がいますね。で、オーガニックワインの醸造家がいます。それからワインスペシャリストとして、 えー、いわゆるあの、えー、そのワイナリーの指導をする人ですね、そういう人が出てきます。で、バイオダイナミックワインとか、オーガニックワインへの転換をですね、いろいろサポートしたり教えたりっていう人ですね。それからレストラン経営とか、シェフになる人がいますね。で、料理本作ったり、さっきも、えー、ホールアスクックブック出してますけど、カリフォニア q g の確立をしたり、それから、えっ、ー、と、あこれ、もう一つ。 クククックブッブ紹介すると,、えー、とグリーンズってこれあのサンフランシスコ全センターがあの今も、えー、サンフランシスコでグリーンズっていうねレストランオーガニックレストランやってますけどここもやっぱりクックブック出してますよね。やっぱカリフォルニア q 人の確率、まあ、カリフォルニア料理ですね、えー、旬の野菜をあのふんだんに使った非常にこう美しい料理をね作るというところにつながっていると思います。 それから教育とか研究に行く人がいます。それから、えー、その中で、えー、さっきもちょっと出ましたね。エディブルスクールヤードにつな、えー、がりますよね。で、アリス・ウォーターズはレストラン経営からエディブルスクールヤードの方に行きますよね。それから、えーと、ガーデンエデュケーションとかコミュニティガーデン作りなんかもここから生まれていきます。UCSC のファームの中も、あのガーデンエデュケーションをやるライフラボというね、NPO が独立してね。 活動をしています、まあ、子どもたちをね、えー、近隣の小学校や中学校高校の子どもたちをですねあのファームに招いて体験学習をさせるっていうねこととか教員向けのワークショップやったりなんかをしていますそれから、えー、いわゆるまあガーデナーやランドスケープデザイナーですねあるいはホッ,ホッティーカルチャーの専門家に行く人たちがいます、えー、リトリートセンター作ったりゼンガーデン作ったりそれからサスティナブルリビングを実践をしたりですね それから、えーっと、このホームレスガーデンプロジェクトですね、えー、サンタクルーズの方は、ね、よくご存じだと思いますけれども、まあ、ホームレスの方や、それから、えー、っと受刑者の,あの支援を、ね、していこうというようなこと、弱者支援していこうという、ねえー、方が出てきます。これ、ポール・リーさんですね、さっきの方が。 創設されたりしてますそれから、えっと、いわゆるあのさっきの農法なんかを、えー、南アメリカ、南米とかアフリカにです、ねえー、指導していくと、まあ、つまり、えー、非常に条件の悪いところで農業や食,食物作りをです、ねえー、作っていくというところですね、えー、これをお指導に行かれる、ね、国際協力の方に行かれる方もありました。 なみさんすいません。えっ、ー、と、ごめんなさい。えっ、ー、と、これタイプミスですね <laughs> ダブ。ダブルです。はい。チャット欄に書いてもらってますが、上の方ですね。ダブ,ダブル、二重の方、ダブルです。はい、えー。タイプミスでございます。ごめんなさい。はい。はい。えっ、ー、と、まあ、一人一人、ちょっと人の名前を挙げると、本当にちょっと時間がかかるので、えー、あれですがあ、まあ、何人かだけね、あのお顔、あの、 紹介をしておきましょうかね。えっ、ー、と、これ出るかな。あ、ごめんなさい。うんと。あ、ととっと、っと,と、はい。あ、すいません。じゃあ、もうこれは、あの、名前がだ出るだけにしておきましょうかね。<laughs> はい。えっ、ー、と、まあ、このジム・ネルソンさんというね、え方は、えー、アランのもう、本当に初期の、うん、えー でえー、アプレンティスですね。えー、とこの方にはあの何度か、ね、お目にかかってお話を、ね、伺うことができました。あのサンタクルーズマウンテンの中にボルダークリークという町があるんですけど、その中で、えー、キャンプジョイガーデンズという、ね、体験農園を、えー、長くやってらっしゃいます。ちょうどあの山火事がひ,ひどかったエリアなんでちょっと心配してるんですけど。はい、で同じジムさんと同じ年代でマイケル・スタッサーさん、この方はちょっとお目にはかかりませんでしたけど。 この方も面白い歩みをされて日本に来られてですね全、えー、修行とですね、庭作り修行とそれから今このオスモーシスというデイスパーをやられてるんです作られたんですがこれあの酵素風呂ですね酵素風呂の技術をですね日本で学んでカルフォルニアで作られているという方がいられます。 えー、訪問させていただきましたけどもあのこの方はお花ですね、えー、ウェディングの、えー、飾り付けのお花なんかをね専門にやられているフラワーレディーズというのをもうあの70年代に作られてですね今も現役で、えー、お元気で活躍をされてます <coughs> それから <coughs>、うん、このやっぱアランの農法をですねあの受け継いでさらに普及していこうとされて たのがこのジジョン・ンェボンズさんでこの表紙出してますけど、グローモア・ベジタブルズっていうね、この,あの非常に分厚い本で、第何版かな、版を重ねるたびにあの分厚くなっていくんですけども、彼はあのえこの農法ですね、バイオインテンシブっていう名前をつけてね、フレンチインテンシブとバイオダイナミックを組み合わせた <laughs> っていうことだと思いますけども、バイオインテンシブっていう名前をつけて、 え普及にね、えー、ずっと今も当たってられて、それから南米とかアフリカなんかにもね、指導に行かれてるという方です。コ、はい、ベロはね、たくさんあの実習生がいました。で、えー、っとこの中にはね、えーっとえー、去年、おととしかなあの、ここに出しました、ビゲスト・リトル・ファームというね、あの素敵な映画をご覧になられた方もいらっしゃるかなと思います。この中にですね、アラン・ヨークっていう人が出てくるんですね。 でえー、とバイオダイナミック農法のコンサルタントで、あのーえー、とワ,インワイナリーなんかでも非常にたくさん指導された方です。であの、この映画撮ってる途中にですね、もうがんで亡くなられたんで、非常にちょっと、まあ、悲しい話でもあったんですけれども、ここにで出てくるアラン・ヨークはこのコベロでの実習生、まあ、特にあの実習生頭みたいな、ね、ことをやってた人です、えー。デニス・タムラさん、この人はブルー・ヘロン・ファームとあの。サンタクルーズの ファーマーズマーケット行くとあの出店されてて本当に綺麗なお花とですね野菜と <laughs> 出てくるんで本当に素敵だなっていつも見てましたが、えー、デニスさんもここの実習生です、はい、ワインの方は愛美、ま、さんなんかこのワインのことを詳しいんでお名前聞かれたことあると思いますフレイ・ヴバイヤーズっていうねワイナリーの、えー、ジョナサンカトリーナ・フレイ夫妻っていうのはコベルの実習生で えー、実習した後自分たちが、まあ、受け継いだファームあの、えー、ワイナリーをです、ね、オーガニックに転換をされて、えーまあ、最初のオーガニックワイナリーだというふうにおっしゃっています。<laughs> はいえーまあ、あとあの、グリーンガルチではです、ね、さっきちょっと紹介しましたウェンディジョンソンさんですねえっと、うん。ウェンディの本がどこ行った <laughs> <laughs> よいしょ えっとガーデニング・アッツ・ア・ドラゴン・ゲートっていうあの本を、えー、書かれています。えー、ウェンディーはあーこ,のこ,のこの方なんですけれども、えー、っと今もですねあの、えー、っとバークレーの,あのマウンティン・ルーサー・キング・ジュニア・えー、ミドルスクールですねでここで、えー去,年うん、去年もお目に書か,かれたかな。はい ですしえー、それからあ、えー、グリーンガルチの近くにお住まいなので、えー、っと訪問した折にご案内をしていただきましたが、まあ、あのずっとアラン亡き後あのグリーンガルチの、まあ、マスターガーデナーとしてですね、えー、素敵なガーデンをずっと作ってこられた方ですそれからちょうどアランが、あのー、最後の一時最後の時を育あの、えー、過ごした数か月の間ですね えとこの小田真由美さんがグリーンガルチでねあの修行をされてました、あ反対見た、<laughs> すいません、はいえー、真由美さんがですね、えー、画家ですね、えー、のお小田真由美さんがおられてですね、えー、っとこのやっぱりアラン・チャドウィックとか、それからこのサンタクルーズで60年代、70年代に何が起こったのか、調べて書いてよって言った張本人は、ですねこの小田真由美さんでありまして。 えーまあ、今あの、ハワイ島に、ねえー、お,お住まいなんですけれどもあの、滞在中2回お尋ねをしてですね、そして、えー、さらにまたあアランの話やあ、初期のこの頃のお話を伺ったり、ね、しています、はいえーっと。そろそろ時間かなと思いますね。はい、でさっきもあのビデオに出ましたけれどもね、ねスチューデントガーデン、非常に小さな4エーカーのものが、ですね学生たちは、 やっぱりもっと大規模にやりたいということで、えー、下にある牧草地をですね確保してもらって、ここに現在の UCSC ファームをです、ね、開拓をしていきます。で今、果樹園とか研究用の補助、それから温室研究室などがいろいろ作られて拡張して、今30エーカーの、ね、非常に大きな農園になっています。あとよいしょ <coughs> でえー、と80年にです、ねあのー、ここのまあ大転換というか、このスティーフン・グリスマン先生という方が着任されるんですけれども、えー、とここからまた新しいアイデアが出てきてです、ね、アグロエコロジーという、えー、テーマが大きくここでクローズアップされますね、農業生態学と訳されますけれども、まあ、この UCSC ファームはです、ね、このアグロエコロジーの研究と教育普及の舞台になっていきます。 でこの特徴は、ですね僕は思うのはこの持続可能な農業なんですがとそれから食,食料システムですねですけれども環境的な側面だけじゃなくて、えー、社会的な側面にもあのフォーカスを当てるということですね。でつまり南北問題だとか、えー、それからあ経済格差の問題ですね。でこれはあの例えばもうカリフォルニアの中だけでもですね、えー えーまあ、例えばカリフォルニアの農業というのはやっぱり安い労働力ですね、えー、メキシコからやってくる移民の方々の力がなくてはですね維持できないわけで、まあ、そういう,こう労,働的労働条件だとかそれから、えー、例えばオーガニックを作るのにですね、まあ、あのもちろん地元で作るというのはもちろん一番いいわけですけれどもオーガニックの産物が、えー、輸入をされると、まあ、つまり安く作れるから、えー、例えばメキシコでオーガニックを えー、農産物を作り、まあ、それを輸入すればですねこれオーガニックとして売れるじゃないかっていうね、まあ、つまりあの経済的なメリットだけを追い求めてオーガニックをやっていくっていう、まあ、そういうこともあるわけなんですねだから、えー、っとそういう社会的な側面にねあの両方にフォーカスを当てていくということもおここのテーマに入っていますそれからね非常に大きなのはここはの農学部ではないんですねえー 気候的には UCSC の社会科学部の環境学科の中にこの農場があるいはこのセンターがねあの所属あっと管轄下にありますで農学部はないんですねこの大学にはねでこれはね何かいいように僕は作用したなと思っていて、まあ、あのいろんな方もおっしゃってるんですけれども農学部だったら本流の農学の研究やりますからいわゆるあの えー、農薬の研究それから化学肥料の研究なんかをやるということが、えー、つまり観光農業のお研究をやっていくっていうことが終了になっていくわけですねだからそのオルタナティブをやらなくちゃいけやろうということですから農学部がここにあるとですねきっとそっちに行っちゃったんだろうなと思うんですねでそうならずにですねここは、えー、そういったものではないとこの出自から始まってですねそしてさらにこのお えー、アグロエコロジーの中心になっていくということで、まさにそういうものからですね、はい、そういうものを排除して、えー、このオーガニックだとか、それから、えー、環境、それからあ社会的構成というところに焦点を当てた研究,をや,研究や実践をやっていこうということで、まあ、これは非常に良、えー、いように幸、えー、幸い、いい方向に採用したんじゃないかなと思っています。はいでえー、アプリンティスト プログラムというのは今もずっと続いて、1000、今これ1500と書いてますが、もう1600とかになってるんじゃないかなと思います。えー、っと、まだね、日本からの参加者はまだ一人もいないというふうに聞きました。えー、今から日本の方はこれに、あのちゃんとあの申し込むとあのビザも出るはずなんで、えー、6か月間ですね、ここに滞在しながら、えー、修行ができるというプログラムです。 えー、日本からもし参加をされる方があると、第一号、日本人第1号になれるんじゃないかなと思います。はい、で、えーっと、最初のガーデンはね、今もアラン・チャド・イク・ガーデンということで、今も残ってますし、えー、皆さんもあの行かれたらですね、自由にあの見ることも、えー、できます <laughs>、はい。はい、ちょっと急いでまとめをします。えー、ちょっとまあ、これ、次いきますね。はい。当時ですね、60年代、70年代っていうのはこういう時代です。<laughs> えーと公民権運動があったり、ベトナム戦争があったり、それからレイチェル・カーソンの沈黙の春が64年に出てます。それから結構ね、僕大きい要素だなと思うのは、宇宙開発ですね、アポロ計画とかソユーズとかの時代です。初めて地球全体を外から見たっていう視点が初めて入ってくるんですね。これはあのホールアースっていう、ホールアースカタログが出たりっていうことで、それがまたえーこの環境とかですね。 平和とかつな考えるのに非常に大きな影響はあったんじゃないかなと思います。学生運動やヒッピー、カウンターカルチャー、それからあ、まあ、女性解放運動、フェ,コフェミニズムというものがね、ぼ、え、興、ー、したそういう時期かなと思います。えー、それから産業社会化や都市化が進展する中で、ちょっと待てよっていう動きですね、えー、これも始まったかなと思います。バック・トゥ・ザ・ランド・ムーメントということですね。はい <coughs> でえー、っとここで若い人たちとアランが出会ったわけですが、えー、ヨーロッパの伝統文化とですね園芸技術を体現した人物とこのカウンターカルチャー世代が遭遇したっていう、まあ、そこでこうなんかビッグバンというか科学反応が起こったように思いますカウンターカルチャーの世代とか人っていうのは僕に言わせるとっていうかうんあの簡単に言うと親の言うことを聞かない <laughs> っていうことかなと思うんですね <laughs> 親の敷いたレールだとか それから親が常識として考えている文化とか社会のあり方みたいなところを逸脱して違うことをやりたいというそういう人たちですねで。そういう人たちとアランとか出会った。で、アランはもう本当にシェイクスピアを背負ってるような人ですから、その伝統文化と、それが優れた演芸技術を持ってですね、えー、っとこのジム・ネルソンさん、さっきあの紹介しましたが、あのジムは言ってましたけども、彼はあの英文学を学んでた学生だったんですね。だから もうね自分の目の前にそのなんかシェイクスピアとかそういう世界のから出てきた人が目の前に現れて動いてるっていううわーっていうそういう衝撃的な出会いだったというふうにねおっしゃってました、はいえー。関係者はこんなこと言ってますねランチャーズを行くとそれからハリー・ロバーツこの人もグリーンガルチのガーディナーの一人ですけどこの2人は 土地の管理を考えて、そこからこうライフスタイルを作り出した最初の人々ですという、ね、ことを言っています。このフレッド・ボベーさんというんですかね。それからあシューマッハはですね、アラン・チャドリックは20世紀で最高の園芸家であるというね、もう最高のこう、えー、エールを、ね、送っています。<laughs> はいまあ、いくつかまたまとめをします。まあ、この時代にですね、やっぱり農薬とか化学肥料を使わないオーガニック農業という。 道を作り、それから実習生制度でそれをきちんとこう、えー、手法をです、ね、若い人たちに教えでそれを習得した若者たちが出たことですねそれから、えー、このバック・トゥ・ザ・ランドっていう人たちそういう思考を持った人たちにですね、自分の手でこう具体的にちゃんと生活していけるよというようなことをやっぱりメッセージしたかなと思います見本になったと思いますね。 まあ彼はあの貴族の出身ではありますけど祖国や家族から離れてですね一人で自立して暮らしていたわけです。それからまあ,あの4つ目はですねちょっとまだ十分にあのえ検証とか研究とかできてませんけどもまあこのマインドとか精神とか手仕事っていうものがえ統合されていくあるいは あの禅というものと統合されていくっていうのがですね、えー、僕は面白いユニークな流れだなと思っていてアラン自身は禅とは一線をね隠してましたけども例えば後継者のこの,、えー、あの <coughs> ウェンディ・ジョンソンさんとかそれから、えー、小田真由美さんなんかはですねまさにあの禅修行をしながら、えー、畑を耕した人でありますからやはりそういう中でですねこういった 作業と善というものが統合していく流れがねできたのかなと思います。はい、ちょっと最後駆け足になりましたが、また分かんなかったら色々聞いてください。どうもご清聴ありがとうございました。